東進競馬場第7競走2歳1勝クラス芝 1800m 混合戦です。スタート地点は向こう上面のポケット。3、4コーナー外回りを使用します。2番のタケルジャックです。今収まります。5頭中4頭が昇級初戦です。全馬収まったでしょうか。再生完了。スタートしました。さあ先行争いからまずビジュネルがじわっと押し出されるように前に上がっていきます。しかし前固まっています。内から2番のタケルジャック、段の体勢がわずかに花を切りました。2番手には3番エンスージアズム岩田未来、上級これが2戦目です。3番手4番のビジュネル、三木秀明がつけております。そしてその1馬身後方、半馬身差と詰めて1番のレイオブウォーター、吉田隼人が追走して最後方から5番のエースオーシャン、荻野極夢が行って、さあ勝馬がこれから3コーナーへとかかるところです。現在先頭は2番のタケルジャック、リードが1馬身、2番手には3番エンスージアズムです。残り1000を通過、2馬身開きました。外4番のビジネル、内1番のレイブウォーター、この両馬の間がっちり押さえて5番のエースオーシャンです。スタートしての 1000m は1分1秒9で通過しています。先頭から最後方まで5頭がほぼ4馬身ぐらいの間隔です。これから4コーナーをカーブしていきます。600切りました。2番のタケルジャック先頭で、さあ第4コーナー外回りコース、直線コースへと向かいました。先頭は2番のタケルジャックです。しかし並びかける3番エンスージアズム、外から並びかけて内外離れての追い比べ、今度はわずかに3番エンスージアズム先頭か。そして外から4番ビジュネル、エースオーシャンがじわりと差を詰めて、間から1番のレイブウォーター、内応戦するように2番のタケルジャック、5頭が1段、5頭が1段、さあ3番のエースージアズム先頭だが、外から1番のレイブウォーターが詰めて合輪、内2番のタケルジャックは3番手か。ゴール前は3頭固まっての入線でありますが、わずかに3番エンスージアズム、1番のレイオブウォーターの追撃を振り切ったように見えます。エンスージアズム岩田未来、今日は早くも4つ目の勝利ということになります。ディープインパクト3区エンスージアズム、勝ったタイムが1分47秒7、上がり 800m 45秒7、 600m 33秒7です。1着3番エンスージアズム、2着1番レイオブウォーター、3着2番タケルジャック、4着5番エースオーシャン、5着は4番ビジュネルです。以上阪神競馬第7競走でした。阪神競馬場第8競走は3歳以上1勝クラスダート 1800m の競走です。混合戦15頭、正面スタンド前のゲートインが順調に進んでいます。明るい日差しの阪神競馬場、昨日に比べますと風はほとんどありません。馬場のコンディション、芝、ダートともに両のコンディションのもと8レースまでレースは進んでおります。続々と収まって最後カンパニュラ、15番のカンパニュラが促されてゲートイン。スタートしました。さあ若干ばらつきましたが、まずいいスタートを切ったのは6番ラビンホールです。しかしこれを制して8番のハトマークタイガー、ハトマークタイガーが前の位置、そして内からは3番の有限、外から10番のタガノウィリアム、その直後白山ライラック間を突いてスルスルとラビンホールが前に接近、それで外からは15番のカンパニュラも後位につけて、これから1コーナーをカーブしていきます。まず8番のハトマースタイガー先手を奪ってリードは2馬身です。2番手10番タガノウィリアムがつけています。3番手6番のラビンホールが外目、内首差で3番の有限、外差がなく5番の白山ライラック向こう上面です。そして外は15番のカンパニラ、あとは1番のツルービル差がなく並んでいます。その後方からは7番のマーブルサニー、あとはウィッチクラフトベイオブジョイと7枠両馬がその後に続きます。そしてその後ですが14番の MT フラッシュが若干外目、内からは半分差、2番のマジックスピーチは中
中段から少し下がったところ、後方から4投目を積んでいます。外にいるのが9番のロッキーサンダーです。各馬これから3コーナーカーブ、後方の2頭ですが、4番のワイドレッジャドルに11番ジェミニキング最後方で 3,4 コーナー中間にかかります。先手を待っているのは8番ハトマークタイガー、逃げてリードは首ほどとなってタガノウィリアム並びかけていきました。そして外からスーッと今6番のラウィンホール、この争いに接近してさらに外まくるように9番のロッキーサンダー上がっていって、先団が固まって、さあ第4コーナーカーブ、間白山ダイラック、そして3番の有限直線コースへ向かいました。今度は外からわずかにロッキーサンダー先頭に立つか、内応戦するように、さあタガノウィリアムですが、今度は外から抜けてきた9番ロッキーサンダー抜けてきた、残り200を通過したロッキーサンダー抜けてきた、そしてタガノウィリアム、さらには6番のラビンホール、その後は開いて4番手集団からようやくマジックスピーチ、その3番手争いの一角に加われるかどうか、先頭は9番のロッキーサンダー、ロッキーサンダー合輪、2着争い接戦、6番ラビンホールか、あるいは10番タガノウィリアムか、勝ちましたのは9番のロッキーサンダーです。勝負どころ一気に先団に取り付いて、その後は後続を突き放す快勝でありました。9番のロッキーサンダー、三浦秀明の手綱。2番手3番手の争いですが、10番タガノウィリアムの粘り、そして6番のラビンホール詰めて、さあこの2番手3番手接戦です。そして直線エンジンかかってマジックスピーチよく伸びたんですが、わずかに及ばず4番手です。阪神競馬第8競争勝ちタイムは1分53秒4です。上がり 800m は50秒7、 600m は37秒8でした。阪神競馬第8競争が終了いたしました。制したのは9番のロッキーサンダー。ここ2戦、9着10着、若干結果が出ていませんでしたが、ここではしっかりと勝ち上がっております。さあ2着3着争い、6番のラビンフォールか、10番タガノウィリアムか、接戦です。やはり写真です。1着9番のロッキーサンダー、2着3着写真です。4着2番マジックスピーチ、5着は4番ワイドレッジャドロ。以上阪神競馬第8競争でした。阪神競馬場第9競争特別1番手春町月賞です。芝 1600m 混合戦です。向こう上面の中ほどスタート地点、3,4 コーナーは外回りを使用いたします。ゲートイン順調ディアボレット入りました。そして2番ゲートキャッチミアップ、そしてジンゴイストも入って、最後は13番のエングローサーです。ゲートから少し離れたところから勢いをつけて、13番ゲートエングローサー、エングローサー収まって体制完了、スタートしました。さあ7番の中和の席が若干後ろからになります。先行争いですが、まずサンディレクションブラックジェイド、わずかに3番ブラックジェイド前に、サンディレクションを控えて2番手から3番手、これをかわす西のアップルパイが2番手に上がって前3頭、その後は4、5馬身と馬群開いて5番のシャチが追走です。外から11番のルーチェデラビタ、内からは2番のキャッチミーアップが追走して、間10番ジンゴイスト、外からは7番の中和の奇跡、2馬身後方ですが、1番ジュンライトボルト、これをかわすのが9番の名称カモキマです。あとは下がりました。内4番のブリーズ鈴鹿にディアボレットエングローサーと固まっております。あとはこれから 3,4 コーナー中間地点へとかかります。さあ前2頭が若干飛ばしている、3番のブラックジェイド先頭、 3,4 コーナー中間地点へとかかります。残り800を通過、これを3馬身差で追う8番の西のアップルパイが現在2番手、その後はもう8馬身、9馬身、10馬身と開いて6番、サンディレクションが現在単独の3番手、シャチ、ルーチェ・ドラビター、そして中和の奇跡と、さあ4、5番手集団が固まって600切りました。さあ第4コーナーカーブ、4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。ブラックジェイド先頭です。ブラックジェイドが先頭ですが、外から西のアップルパイが接近してまいりました。そしてその後はまだ6馬身、7馬身開いて、現在サンディレクションが3番手、外からはルーチェ・ベラビタ、中和の奇跡、内からはシャチ、間をついてジュンライトボルト、前に接近してくる、前の争いですが、粘る粘る3番ブラックジェイド、ブラックジェイドが粘っている、そして2番手集団から間をついたキャッチミーアップが伸びてきた、キャッチミーアップ、そして6番のサンディレクション、今度はキャッチミーアップが抜けた、先頭はキャッチミーアップ、ゴーリン、2着争い、これは接戦、中和の奇跡、あるいはサンディレクション、勝ったのは2番のキャッチミーアップ、三浦秀明騎手の手綱でありました。キャッチミーアップ、そして2番手3番手ですが、サンディレクション、中和の奇跡、
内伸びてまいりました1番のジュンライトボルト広がっています。勝ったのは2番のキャッチミーアップ三幸秀明氏の手綱1分34秒に上がり 800m は48秒3、 600m は36秒6です。飛ばす各馬を前に見ながらじっくり構えてレースを運んだキャッチミーアップ、これまで非常に安定したレースが続いてはおりましたが、なかなか勝ち切ることができませんでした。しかしここはしっかりと勝ち切って、この2勝クラス卒業になります。キャッチミーアップです。そして2番手3番手の争い、最後中和の奇跡よく伸びています。しかし内6番のサンディレクションとこれは差がありません。黄色い帽子2頭の2着3着争い、その後1番のジュンライトボルト、外は9番の名称上島、やはり写真です。2着3着勝ったのは2番のキャッチミーアップ、タイム1分34秒に2着3着写真です。4着1番ジュンライトボルト、5着は9番名称上島。以上、阪神競馬第9競争春町月賞でした。阪神競馬場第10競争はウィン5大賞1レース目フォーチュンカップダート 1800m 混合戦、3歳以上3勝クラスのメンバー16頭によって争われます。ハンディキャップ競争です。出走メンバーが続々ゲートに収まっていきます。スペクター、そしてサンラモンバレーと促されて収まります。アバンセもゲートイン、テオレーマが入りました。そして最後のゲートインは16番グランデストラーダ、グランデストラーダ最後のゲートイン、ダート1800m の競争です。5名3度前係が離れます。スタートしました。さあ先行争いです。テオレーマ、ラインベック、そしてアバンセとじわりと前に、最内から3番ランスキャッスルも先行体制、外から内にコースを取りながらずっと14番タイガーインディーも行きました。これを追うように16番のグランデストラーダも後位から前段にフリックス構えを見せています。最内にコースを取った4番のゲンパスリップは1コーナーをカーブしていきます。先手を奪ったのは14番タイガーインディー、逃げてリードは1馬身半、2番手の位置ですが7番のラインベックがつけています。3番手内からは半分差ダンスキャッスルが追走、外からは半分差16番グランデストラーダです。その直後4番ゲンパチルシファー、あとは8番のアバンセが行っています。後方ですが内11番のカフジキング、外13番ペガサスと並んで、この辺りは後位、そしてその後方から6番のテオレーマ、あとは10番サンダモンバレーが追走して、その後からはじわっとマリオ、そして外からスーッと鈴鹿フロンティア位置を上げていきます。最内からゼッケン2番のグドルフォス、ギャラクシーソウル固まって外から押して押してスペクター、そしてその後に9番のキッズアガチャーが追走しております。最高峰からキッズアガチャー、 3,4 コーナー中間層先頭はかかります。前段固まってまいりました。14番のタイガーインディーわずかに先頭ですが、2つマークするようにラインベックが2番手の位置、あとは16番グランデストラーダが3番手、外から13番のペガサスが行っています。内から接近3番のダンスキャッスルが行って、間にはゲンパチルシファーです。そしてその外にいるのがカフジキングと、さあ固まった固まった一段となって、さあ第4コーナーカーブ、外マークるように一気にさあ鈴鹿フロンティアも位置を上げてくる、直線コースへと向かいました。馬場の3部どころ、今後は鈴鹿フロンティアが先頭に踊り出てくるか、そして間からしわりとラインベックが今2番手に上がって前に接近してくる、外からテオレーマ、外からテオレーマ、キッズアガチャースペクター、キッズアガチャースペクター、そしてマリオ、マリオ前の方に接近してくるが、先頭は鈴鹿フロンティア、鈴鹿フロンティア、そしてテオレーマが接近、テオレーマが接近、鈴鹿フロンティア、テオレーマ並んでゴールイン。どうでしょうか、わずかに鈴鹿フロンティア振り切ったか、外から際どいところまで6番テオレーマ追い詰めています。この2頭接戦、そしてそれ以降の3番手以降ですが、伸びてまいりました15番のマリオ、あるいは11番のカフジキングなどの争い。ゴール前は赤い帽子2頭の争い、5番の鈴鹿フロンティア早めに抜け出したところ、外から襲いかかった6番のテオレーマ、赤い帽子2頭接戦です。3番手争いは15番のマリオ、あるいは11番のカフジキング、最後外から12番のスペクターなどもよく足を伸ばしておりました。勝ちタイムが1分52秒8、上がり 800m は50秒5、 600m は38秒1でした。ゴール前2頭の争い、さあ最後の瞬間ビジョンに映し出されて、わずかに5番のソーカーフロンティアが6番テオレーマを抑え切ったように見えますが、どうでしょうか。外6番のテオレーマ、そして3番手ですが、どうやら15番のマリオ、15番マリオが単独の3番手は確保している模様です。
阪神競馬第10競走が終了いたしました。赤い帽子2頭の決着、5番の鈴鹿フロンティア、そして6番のテオレーマ、この3枠両馬の争いは写真を持って判定いたします。3着15番のマリオ、4着11番カフジキング、5着12番のスペクターで点滅を始めております。阪神競馬第10競走でした。阪神競馬場第11競走はウィンファイブ対象3レース目、ギャラクシーステークスダート 1400m の競走16頭です。3歳女オープンのメンバーによりますハンディキャップ競走、向こう上面の左手スタートしてしばらくは芝の上を走って2コーナー近くから足元がダートへと変わります。ゲートインは順調です。最後にスマートセラビ収まって係が離れます。スタートしました。さあ先行争い、まず芝の上固まっています、固まっています。外からわずかにスマートセラビ、さあ足元がダートへと変わるところで間から名称天水、12番の名称天水、外からは16番スマートセラビ、最内2番のバニラアイス、外目から15番のロジクライ固まっています。その後13番大名富士、あとは10番のサビが行っています。外には14番のシュージ、そして内1番のデターミネーションです。そして外からはゼッケン4番スマートダンディー追走、そしてその直後6番のマルカソレイユつけました。その後は若干馬群が開いた形、その目をついた9番のデザートストーム、内8番のヒロブレイブが追走、後方からは5番のドリュウが行っています。そしてその2馬身3馬身後方ですが、11番のタマオカトレア、内からが半分差、7番のデュープロセス、そして最後方追走13番スマートアバロンです。各馬3、4コーナー中間地点へとかかって前の争いですが、わずかに12番の名称天水先頭か、そして外から並びかけるスマートセラリ、並びかけて第4コーナーカーブから直線コースへ向かいました。そして3番手から2番手接近しようというロジクライ、さらに外からはじわじわと9番のデザートストーム、9番デザートストームが勢いよく伸びてまいりました。さあそして4番のスマートダンディもさあ勢いよく伸びてくる、うち応戦するように16番のスマートセラリですが、先頭は9番のデザートストーム、デザートストーム先頭だ、外からスマートダンディ差を詰めるが、わずかに9番のデザートストーム押し切ってゴールイン。2着はよく追い詰めました4番スマートダンディ、9番のデザートストーム振り切りました。最後外から4番のスマートダンディ詰めたんですが、わずかに及びませんでした。デザートストーム藤岡幸太騎士の手綱、ストーミングホーム3区です。2番手4番のスマートダンディ、その後ですが16番スマートセラビー、さらには外から7番のデュープロセスなどよく差を詰めておりました。3番手争いは接戦。阪神競馬第11競走勝ちタイムは1分23秒5です。上がり 800m は48秒7、 600m は36秒6でした。阪神競馬場第11競走ギャラクシーステークスが終了いたしました。間ついて勢いよく伸びてまいりました9番デザートストーム、首一つ外4番のスマートダンディを抑え切っております。さあその後の3番手争いですが、16番スマートセラビ優勢か、外7番のデュープロセスです。その後はタマモカトレア、そして15番のロジクライが内外離れての5番手の争いです。阪神競馬第11競走ウィンファイブ大賞3レース目ギャラクシーステークス、すんなり1着は9番デザートストーム、2着4番のスマートダンディ、3着16番スマートセラビ、4着7番デュープロセス、5着は15番のロジクライで点滅を始めております。以上阪神競馬第11競走でした。阪神競馬場最終第12競走ウィンファイブ大賞これまでウィンファイブの最終3本2020ファイナルステークスです。芝 1400m の競走、アピールは順調に進んでいます。3歳以上3層クラス、湘南割合のプルテスト13層です。スタート地点は向こう上面の左で、今年 JRA の最後のレースになります。14番のキアロスーロ、最後にゲートに収まります。係が離れて
タートしました。ポーンとコースタートは13番タガノスカイハイが来ています。さあすぐさま一段です。間から押して押して4番カレングロニアーレが先手を奪いました。間から3番のチャイニーロックがすっと抜けて2番手の位置、内からは半分差、2番のオールザゴーが3番手、その後は2番手か1番のガジョが打っています。所3の名称地さんと差がなく並んで追走、4番手5番手です。そしてその後ですが10分9番デノワが追走、そしてその直後ですが13番のタガノスカイハイがいて、あとは8番のユーサンパンサー、その1馬身後方14番のキアロスクール、外4分の3馬身差12番メモリーコロネットがつけています。あとは下がりました10番のシュエットヌードル、上のオニアハンと固まって、このあとは1番は岡田龍の形になっているのが、これが 10.5 番をつけました。ペイオンザトップという体勢です。各馬3、4コーナー中間地点へとかかって赤い帽子等がレースを引っ張ります。4番カレングロディアーレ、そして3番のシャイニーロックです。そしてそれを前を見るように2番のオールザゴーは現在3番手を追走、そしてそこから名称地さんが接近、その直後には1番のガジョボが行っています。その内にコースを取った13番タガノスカイハイで、さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。ここで先頭3番のシャイニーロックに変わりました。3番のシャイニーロックが先頭と変わりますが、名称地さん、そしてオールザゴーが接近、名称地さん、オールザゴーが接近、そしてガジョボ、ガジョボ、4番手から3番手前に接近してくる、前の争いですが、シャイニーロック、名称地さん、そして1番のガジェボが並ぶようにゴール、間2番のオールザゴー、ゴール前は3頭4頭、激戦。さあ、今年を締めたのはどの馬か、ゴール前は大激戦となりました。2番手追走から抜け出した3番シャイニーロックに、間をついた名勝地さん、外から1番のガジェボ、食い下がった2番のオールザゴー、ゴール前4頭固まっての入線。さあこの4頭半頭激戦となった中、今年を締めたのはどの馬、そしてどのジョッキーか。さあゴールの瞬間、ビジョンに映し出されます。最後首の上げ下げの瞬間、わずかに外1番ガゼボがこのファイナルステージを制しました。そしてその後2番手3番手の争いが、3番シャイニーロックか、あるいは6番の名勝地さんか、2番のオールラゴー、そして回転する3番手と思われます。あとは13番のタガノスカイハイが続いています。ファイナルステージ激戦となりましたが、制したのはこのレース人気1番のガジェボでした。吉田隼人氏の風が変わりました。今年は久々に G1 レースをも勝利、育ちとともに G1 レースをも勝利、そしてこの阪神競馬場で最後の最後を締めました。一着1番ガジェボ、勝利ジョッキー吉田隼人、サンディトレーナーは菊田東京市です。大和メジャーと3区です。2着6番名勝地さん、3着3番シャイニーロック、4着2番オールザゴー、6着は13番タガノスカイハイで選別を始めております。以上阪神賞は最終第12競争でした。